なんか今変なって、お前その格好。お前もだ。見てみろよ。あ、マジか。え、え、どうやらここは異世界ってことになるな。おいおい、冗談だろ。あ、あいつらさっき705にいたやつらか。ねえみんな、私のこと好き？それならみんなの願い私にちょうだい。どうなってんだよ。考えてる暇はないようだぜ。突破するぞジョーカー、スカル。やりゃいいんだろ、やりゃ。相手油断するなよ。お前ら久しぶりの戦闘なんだからな。まずは体を慣らしながら勘を取り戻していくんだ。来い。誰に言ってんだ。切り込み隊長なめんなよ。この息出すから我が輩たちもやるぞ。盾ごとぶっ飛ばしてやるぜ。お前の力見せてやれ。ペルソナ！いいぞジョーカー、この一気にいくぞ。まとめて肩をつけてやる。来い、いただいていく。行くぞ。つうかこの服になるだけじゃなくて普通にペルソナも使えんのな。シャドウはうじゃうじゃ嫌がるし。何なんだよここ。この感覚、ここはまさか。いただいていく。増援か。このままだと消耗が激しいな。環境を利用して戦おう。やるじゃねえかジョーカー。敵が減るんだぞ。ね、メイクが回る。スカル、シャキッとしろ。また増えやがった。これじゃあキリがないな。逃げるぞ二人とも。敵が
つーか、マジで何なんだよ、ここ。ここはアリスのパレスかもしれない。パレスって、あれはもうできないんじゃねえのかよ。だいたい異世界ナビだって、俺らのスマホから消えちまって。我が輩にもわからん。だがそれ以外に説明のしようがない。モニターに映ったアリスを見ただろ。あれはどう見てもシャドウだ。ここはアリスのパレスで、我が輩たちはそこに迷い込んじまった。それが最も合理的な説明だ。くそ、とにかくやべえことに変わりねえってことかよ。何しろもっと情報が必要だ。この辺りを調べるぞ。ここが本当にパレスなら、歪みの核、お宝があるはずだ。それらしき匂いがなくもない。調べていくうちに色々と分かるかもしれん。それ次第で我が輩たちが取れる行動も変わるだろうしな。やる。賊を捕まえたのですが、願いが奪えずそのまま連れてきました。願いが奪えない？何それ。おー、君ちょっとかっこいいね。ねえ、名前はなんていうの？ジョーカー。ジョーカーって言うんだ。ダメじゃない。ジョーカー、ジョーの質問にはちゃんと答えないと。やめろてめえ。ギャーギャーうるさいの。君も痛めつけられたいの？ああ、そうか、やってみろよ。つまんない。いいよ、こいつら廃棄しちゃって。思い通りにならないおもちゃに興味はないの。バイバイ。お前ら無事か？ああ、なんとかな。ちくしゅん、ひでえ目にあったぜ。つか、あの野郎、あれが本性ってわけかよ。いきなりぶん殴られてたけど、大丈夫か、ジョーカー？
ならいいけどよ。あの野郎調子に乗りやがって、さっさと戻って一発かましてやんねえと俺の気が済まねえ。でどこなんだよここは。地下まで落とされたようだが、どうやらゴミの廃棄場らしいな。とにかく出口がないか手分けして探そう。ゴミだらけじゃねえか、こんなとこ落としやがって。今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も何が起きるかわからん。状況はこまめに確認しながら進もう。ここだ、ここ。お前は誰だ？怪盗。怪盗か。私はソフィア、人の良き友人だ。そう、人にとってとても良い友達という意味だ。お前は人間か？名前は？ジョーカー。覚えた。ジョーカーはここがどこか。おい、今そっちでなんかって、どうなった？何があったんだジョーカー。我が輩に何か用か。タヌキ。猫だよ。猫じゃねえよ。どっちだよ。てか何なんだこいつ。なんか妙な服着てっけど。友人？お前のか？私はソフィア、人の良き友人だ。お前もあのアリスってやつにやられたのか。わからない、記憶が消えてる。消えてるってお前。二人ともちょっといいか。あいつは何者だジョーカー。記憶がねえとか言ってたけどよ。箱の中から出てきただって手品かよ。さすがにおかしすぎんだろ。シャドウじゃねえみたいだな。敵意も感じないが。とにかくよ、まずは出口見つけようぜ。ここでうだうだやってても解決しねえだろ。困ってるのか。ああ、いつの間に。困ってるなら役に立つぞ。私は人の良き友人、人の役に立つために生まれた。助けてくれるってのかよ。そうだ、どんな状況だ。いや、なんか迷ってるっつか、出口を探してるっつか。出口？地下から出られればいいのか。ああ、ひとまずそうだが。オーケー、任せろ。出口を探してくる。
おい、一人で行くな。どうするジョーカー。そうだな、いつシャドウに襲われてもおかしくない。大丈夫かよ、怪しさ全開すぎんだろ。まあ放置ってわけにもいかねえか。おい待て、シャドウに見つからないように気ぃつけろよ。でも見つかってるし。離れろソフィア。こいつらどっから湧き上がった。ここでやられるわけにはいかねえ。やるぞお前ら。おう。なんとか切り抜けたな。ソフィアっつったっけ、怪我とかしてねえか。問題ない。だがなぜ襲われた。ああ、なんつうか説明できねえけど、あいつらはシャドウってやつらだよ。そして我が輩たちは怪盗団。ここの主にとっては賊、排除すべき侵入者とみなされてるってとこだ。怪盗団、かっこいいな。そこかよ、気が抜けるコメントありがとうよ。てかここらはシャドウだらけっぽいし、行くなら一緒に行こうぜ。私が出口を探してくる、ここで待ってればいい。我が輩たちを助けてくれるのか。初めからそのつもりだ。ジョーカーは私を助けた、今度は私がジョーカーの役に立つ。私を使ってくれジョーカー。よくわかんねえけど、なんかいいやつっぽいなお前。どうするジョーカー。オーケー、よろしくなジョーカー。それと猫と骸骨。誰が骸骨だこら。骸骨ってか、ただのヤンキーだけどな。てか我が輩この姿は猫じゃねえし。ジョーカー。俺はスカルだ、覚えとけよ。我が輩はモナだ、間違えんなよ。なんで怒ってんの。よし慎重に行くぞ。ソフィアが巻き込まれると厄介だ。待て、敵だ。くっそ、まだ嫌がるな。今はソフィアがいる、避けたいところだが。あいつが邪魔なのか。まあな。オーケー、私に任せろ。あ、どうするつもりって、お前何して。おい待てって。なんだ貴様ら、侵入者か。助けると約束した。とにかく後輩たちも戦うぞ。行くぞ。Thank you.
し、倒した。待て待て待て、なんかめっちゃ強えし、戦えんなら初めからそう言えって。聞かれなかったから。しかもその格好は、我が輩たちの変身とはまた違うようだが。怪盗団の真似をしたらこうなった。いや、そういう話じゃねえだろ。んなことよりよ、お前ペルソナ使いってことかよ。ペルソナ？さっきの戦いでお前が、あれは武器だ、戦うのに必要だろ。ソフィア、お前は一体何者だ？私は人の良き友人ソフィアだ。それはもう聞いたっつの。分からねえことが多すぎるな。だがのんびりしてる余裕もない。とにかく今はここから出るのが先決だ。そうだな、今のでまた敵が寄ってきたらめんどくせえし。つか戦うのも協力してもらおうぜ。あんだけやれりゃ問題ねえだろ。ああ、脱出方法がわからない以上戦力は多い方がいい。頼めるかソフィア。オーケー、任せろ。ああ、頼りにされる。んじゃあ行くか。頼んだぜちっこいな。了解した。そうだ、体力。シャドウはいないみたい。気になった場所は調べてみようぜ。え、何か使えるものがあるかもしれん。敵シャドウ失脚。その辺りジャンプすれば届きそうじゃないか。これだな。それはっ。我が輩たちは怪盗。階段の方行ってみようぜ。
あそこからぶら下がってるものを見ろ。おい、そこにいるのはただ。よし、敵がいい感じに集まってるな。ぶちかましてやれ。倒れろ。やるじゃねえか。よし、登りの敵も当たってんぞ。一撃チャンスだ。新しい技を覚えたぞ。勝ったの。まだ油断すんなよ。あそこから登れば進めそうだ。行ってみるしかなさそうだな。シャドウはいねえみてえだ。行こうぜ。見つけたぞ。しつこい奴らだ。ケルソナ、今だ。力を仮面に封じ込め。ペルソナの力。来い、ピクシー。喰らえ。招待。ピクシー。喰らえ。おお、やるじゃねえ。今は。あのでかいシャドウを集中して狙った方が良さそうだな。行くぞ。来い。
やっ、そこか。僕はこまめに回復しておこうぜ。ダメだ、気力の限界だ。近くにシャドウはいないな。研ぎ澄ませ。待て、ここから外に出られそうだぞ。よっしゃ。よし、やっと外に出れたな。だがまだ異世界の中だ。気を抜くなよ。待て。どうした、ソフィア？何か見つけたか？感じる。あっちに出口がありそうだ。マジかよ。なんでわかんだよ。ビビッときた。ビビッとってお前。出口はこっちだ、ついてこい。おい待て、ソフィア。どうなってんだよあいつ。とにかく後を追うぞ。ここがソフィアの言う出口なのか。匂いが薄い。ここで間違いない。つーか、なんだあれ。大丈夫、ここは外に通じてる。通じてる？ぐにゃーってなってバーンってなるが出られる。適当すぎんだろ。大丈夫なのかそれ。信じろ、ジョーカー。話がわかるな。あ？お前は一緒に来ねえのかよ。私はどうしたらいい？ジョーカーの言う通りだ、ソフィア。そこら中シャドウだらけだろ。一人でうろつくのは危険だぜ。どこ？たくしょうがねえな。うわ、何する。こんなとこに置いてけっかよ。わかった、ついてこいと言うなら。じゃあ行くぜ。せーの。